新生 AKB48 が本格的に始動する。今年の上半期には、AKB48 グループ総監督の交代や、在籍17年を誇るレジェンドメンバーの柏木由紀の卒業など変革期を迎えた AKB48。新しい時代の幕開けを飾る 64TH シングル、恋つんじゃった、が7月17日にリリースされる。 そのシングルで、初めて単独センターを務めるのは、今年3月に正規メンバーに昇格したばかりの17期生の佐藤棋聖、佐藤愛理、だ。今回は佐藤に加えて、選抜メンバーから17期生のマサイマヒロ、マサイマユ18期研究生のヤギア月、ズキ、ヤギヤズキ、の3名に新体制となる AKB48 の魅力を存分に語ってもらった。写真、アザーカット。 柏木由紀が卒業した AKB48、今年4月、柏木由紀さんが卒業してグループに関して何か変化は感じていますか佐藤棋聖、以下、佐藤、若手にも親身になって接してくれるゆきりんさんをずっと見てきて、コンサートなどの現場では私の言えないことをスタッフさんに意見してくれていました。改めて、私たちは自由に伸び伸びさせてもらっていたんだなと感じます。 とはいえ、まだまだ実感できていない部分も多いんですけど、摩斎真由、以下、サイ、ゆきりんさんの卒業を私たちも前向きに捉えて、これからの活動を通して私たちの色であふれた AKB48 を作っていこうとみんな感じていると思います。マイナス17期生以降のメンバーを中心に、新生 AKB48 と呼ばれることは多いですよね。 佐藤 AKB48 は、一つ先輩のドラフト3期生から私たち17期生の加入まで5年という期間が空いていて、私たちは直接的な研究生としての先輩がいなかったので、研究生の期間をどう過ごしていたのかが分からなくて、17期生からルールが変わることも多かったですし、そこで一旦、区切られた感じがあって、スタッフさん含めてみんなで新たに基盤を作っていきました。 ヤギ愛好き以下ヤギだから17期生以降の魅力って何だろう考えたら先輩方にはないいい意味での危なっかしさを持っているところかなとじゃあそこまで上下関係は厳しくはないヤギちゃんとリスペクトはしてます佐藤この子は怪しいですわらでもかつての AKB48 の1期生と2期生のようにライバルでもありつつ仲も良いのでお互いに高め合える関係かな 今の AKB48 はチーム性がないので、17期生以降は誰もチームに所属したことがないんです。そういう意味では17期生以降で一つの大きなチームになれたらいいなと思ってます。マサイさんは他のインタビューで気になる部分がありました。加入する前に牛丼屋さんでバイトしていた頃を振り返って、お店に来ている年齢層と今の AKB48 のファン層が一緒。 っっってておししゃっていましたよね具体的にどういう意味ですかマサイ特に私のファンの方がっていうことかもしれないんですけどサラリーマン世代の方でお会計時に AKB48 がコラボしたクレジットカードを出してくださる方も結構いらっしゃってその世代に AKB48 が浸透しているんだなと感じたんですバイト時代にお客様と楽しくコミュニケーションもとっていた経験が生きて 今も物をじせずにファンの方と接することができています。SNS 全盛時代の仕掛け方。近年の AKB48 は SNS を使った新しい試みも多くなりましたが、ネットでバズらせることの重要性みたいなものは感じますか佐藤、私たちは研究生の時代から TikTok のアカウントがあって、17期生と18期生の楽曲で、あの夏の防波堤。 っていう曲は TikTok から広がって知ってもらうことができました AKB48 は知ってるけど私たち個人までは知らないという方にはどんな形でも見てもらうきっかけが大事だなと思っていて私たちが発信したものをファンの方たちが広めてくれるおかげでバズったりもするのでそういう意味では大きいのかなと思いますヤギ握手会でも TikTok 経由を見たことがきっかけで会いに来てくれる方もいて 男性だけじゃなく女性も増えていることが嬉しいですね。そして新曲「恋つんじゃった」は革命宣言を掲げた力強いライブナンバー。佐藤さんが初センターを務めますが楽曲を聴いた感想から教えてください。佐藤夏にシングルを出させていただくので爽やかな夏曲をイメージしていました。 最初に学校でジャケット撮影した時もみんな制服でフレッシュ感もあったんですね。でもメガボルトのコンセプトが「新規 AKB48 の川命のりこと」「チーム全員で勝つ」ということを監督に教えてもらって新体制となった AKB48 の勢いを曲やダンスからも表現しているので存分に感じもらえるナンバーになっています。 TikTok で数々のバズるダンスを生み出しているエリナッチさんが振り付けを担当されています。マサイ見どころは、拳ダンスですね。メガボルトでは拳を突き上げて仲間を鼓舞するシーンがあったりとか、一度見てもらったら絶対に癖になると思います。ヤギ SNS では、新曲のタイトルが、猫踏んじゃったにしか見えないっていじられていたんですけど、笑 せっかくなら同じイントネーションで「恋つんじゃった」を面白がって広めてほしいですね。前作の「カラコンウインク」に続いて作曲を担当している井上義正さんは AKB48 で一番のヒットメーカーでもありますよね。まさにそうですね井上義正さんが作る楽曲はメロディーを聴いたら一発でわかる曲が多いのでそこに AKB48 らしさは出ていると思います。 前回のカラコームインクも好きなので、個人的には初選抜が井上さんの曲だということが嬉しかったです。佐藤幸凜さんが卒業前に秋元さんと対談されていたラジオ番組で卒業するのを後悔するぐらい良い曲だと話しているのを聞いていて、私自身も楽しみにしていました。ファンの皆さんからも、柏木さんが卒業してからが本当の新生 AKB48 だよねって言われることも多いから、 勢いいをつけていきたいです次世代注目メンバーの個性皆さんのキャラクター性やグループでの役割も知りたいのですが自分では語りづらいと思うので他の方に話してもらう感じにしましょうかまずは初センターを務める佐藤さんはどんな人ですかマサイ誰がどう見てもアイドルになるために生まれてきたような存在で。 王道のキラキラ感といいますか、アイドルに必要なものを兼ね備えてる人。佐藤、そんなこと普段言われたことない、わら、マサイザアイドルは誰かと聞かれたら、私はキホシちゃんって答えます。ヤギ家を出た瞬間からアイドルスイッチを入れてるんじゃないかと思うぐらい、いつも笑顔を絶やさない先輩です。あとは、公演終わりに研究生みんなで反省会をするんですけど、 そういう時に厳しくくも素敵な言葉を伝えてださんが的確に指摘してくれて、話してくれたこれからの道筋も18期生メンバー全員の心に刺さって、さらに頑張ろうってなりました。佐藤さんはお姉さんが AKB48 の15期生として在籍されていましたけど、仕事の相談とかはするんですか 佐藤あんまりしないですね。楽曲の振り付けを聞くことはあるんですけど、活動のことは話さないです。お姉ちゃんとは4つ違うんですけど、一緒に寝るぐらい仲が良いんです。だから、泊まり仕事でホテルにいる時とかは、結構お姉ちゃんに電話しちゃいますね。寂しがり屋の優柔不断だから、一人でいるのはあんまり好きじゃないんですよ。八木うさちゃんだ、わら、佐藤あーン ご飯とかも相手から誘ってくれたらいけるんですけど、自分からは誘えません。本当は行きたいんだけど、やりたいことがあったらどうしようとか考えちゃって。オンとオフのギャップは魅力的ですね。続いて、マサイさんは佐藤十七期生の中だと、マヒロちゃんが家族構成で一人だけ長女なんです。おちゃらけたり、MC でもいじられキャラになっていたりするんですけど、実はしっかり者。 私もスタッフさんに、引っ張っていってね、と言ってもらえることがあって嬉しいんですけど、プレッシャーもあるので、そういう時にに真宙が率先してやってくれるので、本当に頼りになる存在です。あとは17期生以降で唯一水着でのグラビアもされているメンバーだと思うので、お二人のマサイさんのグラビア表もお願いします。佐藤もう全部いいんです。ただ、嫌ではないんですけど、 劇場公演の楽屋とかで平気で下着姿で歩いててやばくない。って自分のくびれとかを見せつけてくるんですよ。わら、それがグループ内で、ハラマサイハラスメントの略と呼ばれているやつですか佐藤それです。他にもいろいろなハラがあります。それがグラビアでは、すまし顔しているとギャップにやられちゃう。健康的な体で笑顔が可愛い。 魅力が溢れてますね。ヤギ最近は先輩たちもいる公園でも、楽屋内を下着姿でうろうろしていて心配になりました。わら。そんな面白いマサイさんなので、グラビアで本当に輝いてるなぁと思います。まとめると、脱ぎたがりみたいになってますけどご本人的にはマサイ違いますよ。別に自分のスタイルを見せたいわけじゃなくて、笑ってほしいんですよ。 アズちゃんは楽屋で隣になると、マサイさん、今日もすごいですねーって嬉しそうに言ってくるから、わら、ヤギハイ、それは認めます、わら。ただ、マサイさんのその感じが18期研究生の工藤かすみってメンバーに伝染してて、脱いだりはしないんだけど、やばいなと思って焦ってます。最後は、この中では一番後輩のヤギさん。 佐藤最初にお披露目で見た時に綺麗なストレートヘアでダンスもキレッキレで美少女がバキバキに踊ってるっていう印象が強かったんですでもいざ話してみるとおバカな部分しか出てこない今は真剣にアズのことを心配してますヤギ真顔で言わないでくださいわらどのぐらいのレベルですか佐藤会話してると疑音だらけなんですよ 八木自分のことは全然わからないんじゃないですか。でも、私は一生懸命に話してるのに相手の頭に。マークが浮かんでいるのはよく見ますね。佐藤ほら、聞いてる側が置いてきぼりになっても、話を完結させて満足して終わっちゃうんですよ。今回の曲ではフロントメンバーで、ダンスは本当にかっこいいのでパフォーマンス面だけはすごく頼りにしてます。 マサイ見た目もかわいいしスタイルもいいからアイドル以外の活動もできるメンバーだなって思ってます未来が楽しみでもあるし17期と18期はライバル関係でもあるので恐ろしい強敵でもありますわらヤギ初めて言われましたわら今はアイドルと学業を両立する方も多いですがヤギさんは大学を中退して AKB48 の活動に専念したんですよね それはどういう思いから、八木、私は一つのことしかまっすぐに取り組めないと思ったんです。私はアイドルが好きで AKB48 のオーディションを受けたんですけど、まさか合格すると思っていなかったから大学の道に進んでいたんです。今は自分が憧れていたグループに入って夢だったアイドルになれて、 私も憧れられるような存在になるためには大学を辞めて AKB48 に全てを尽くしたいと思いました。両立ができたらかっこいいんですけど私は本当に不器用なので。では新曲のタイトルにかけてこれ積んだなと最近思ったエピソードがあったら教えてください。佐藤私は生活すること全般が苦手なんですけどその中でも電車に乗るのが苦手で。 先日は終電なのに終点まで行っちゃって、結局、家までタクシーで帰ったんですけど、それはツンダーと思いました。ちなみにおいくらかかったんですか砂糖金額は秘密ですが、この金額でお洋服がたくさん買えたなぁと思って、一人で笑ってました。お仕事を頑張ります。ヤギコスメを買うのが好きなんですけど、最近はネットでも買うようになったんです。 こないだはリップを一本買ったつもりが、なぜかわからないんですけど、三十本届いて。周りのお友達に配ってました。クレジットでポンポンって進めてたら、その結果、積みました。マサイ業務用を買ったの。わら、佐藤これは完全にあずってます。おバカでやらかしてるのい、やぎここまで間違ったのは初めてなんですよ。なんでなんでしょう考えれば考えるほど頭が難しいんですけど、 積みました。マサイうちは一番早く帰った人が洗濯物を取り込むっていうのが我が家のルールなんです。それをいつも忘れて、お母さんに怒られてそのたびに、積んじゃったって思ってます。私が悪いんですけど、苦笑、佐藤当たり前だよ。終電で寝過ごしてるのに他人には厳しい、わら、佐藤ごめんなさい、私の方が積んでました。 <laughs> これからの AKB48 に必要なものそんな個性豊かな次世代メンバーから見て今の AKB48 に足りていない部分ってありますか佐藤以前タイで海外のグループと一緒にコンサートをしたことがあるんですけどその時にレッスンのテンション感が全く日本と違うなと感じました AKB48 って悪い意味ではないんですけど ライバル同士でもあるから個人で戦っている意識も強いです。一方で、その海外のグループは私たちがレッスンしている時も、全員が目の前で見ていて、勉強してる子もいれば、掛け声で盛り上げてくれる子もいて。そういうレッスンからの一体感は、AKB48 でももっと意識するしていった方がいいことなのかなと思ってます。本番だけで一体感を作ろうとしても難しいので、 普段のレッスンの時から、ライバル意識はありつつも相手を尊敬したり、学び合う環境は必要だなと思いました。まさにそうだね。私がグループでやり遂げたいと思っていることが海外での単独コンサート。日本を拠点に活動していますけど、海外の人にも日本の文化を伝えながら AKB48 を知ってもらえるような活動をもしたいですね。そのために、グループもそうですが、 メンバーの個性や特技ももっと伸ばしていかないとダメだなと感じてます。ヤギこれから20期生も入ってくるので、17期生以降のメンバーだけで日本武道館のステージに立ってみたい。先輩方に甘えるだけじゃなくて、私たちがこれからの AKB48 を引っ張っていくぞという意味でも、そういうコンサートをしてみたいですね。今年の夏は17期、18期。 19期だけで全国ツアーをやらせていただくので、若手の勢いを感じてもらって、私たちも成長できたら嬉しいです。かつて AKB48 は選抜総選挙やじゃんけん大会など、日本中を巻き込むイベントもありましたよね。そういうものが復活してほしい気持ちは、佐藤もちろん、やってみたいです。八木・私は雪輪さんがプロデュースしたコンサートで、 くじ引きでセンターを決めるという企画でソロ曲を披露させていただいてそれが私のアイドル人生が変わった瞬間でもあるので実力も運も大事だと思いますしそういう企画もしてみたいなと思いますねチャンスはいつ訪れるのかわからないので昔だとメンバーがポロッと発言したようなことが大きなイベントになるみたいなこともあったように思うのですがそういう提案はしたことあるんですか 佐藤以前17期生で単独コンサートをやらせていただいたときに全員でセットリストを決めたんですけど結構いろんな意見が出ていたのでみんなそれぞれアイデアはたくさん持ってると思いますねマサイ普段のレッスンとかお仕事での何気ない発言を面白がって拾ってもらえればもっともっと広がるんじゃないかなと思ってます何でもやるのが AKB48 だと思っているので これからもがむしゃらに挑戦し続けていきたいです。取材文吉岡俊撮影後藤匠プロフィール17期生の佐藤棋聖19歳と正井真由、19歳18期研究生の八木あいき19歳夏のライブツアー新メンバー挨拶周り私たち AKB48 ですは7月21日の仙台公演を皮切りに 大阪、名古屋、福岡、横浜の5カ所で開催予定。他に、新曲「恋つんじゃった」に収録されているカップリング「ピンときた」が主題歌の佐藤棋聖主演、八木愛好出演のテレビ東京ドラマ「星屑テレパス」も放送中。